こんにちは。私は経済にデモクラシーを求める労働者のグループエキタスの藤井久美子と言います。今皆さんが怒りの声を上げている国会、国有地の安売り、公文書改ざん、日報の改ざん、まともな政治とは言えず怒らずにはいられませんよね。でこれだけ問題が山積みの中でも私たちの命に関わる労働法制、働き方改革関連法案が昨日閣議決定されました。何が許せないか、働き方改革と銘打って働き過ぎの是正、多様な働き方といった言葉で労働者のため負担を減らす法案だとか言って見せかけていますが、本当は財界、経団連などがやりたかった長時間、安上がりに人の生活を無視して使えるように考えられた法案だってことです。労働法制の拡大、裁量労働制の拡大、これは先月デモでは全国で反対の声を上げた皆さん、そして学者さん、野党議員の皆さんなど多くの人の声で止めることができました。これは本当に皆さんの素晴らしい成果です。しかしまだスーパー裁量労働制、残業代ゼロ法案の悪名高い高度プロフェッショナル制度通そうと政府は急いでいます。これは成果型賃金とミスリードされてますけども、ただ一定の年収の一定以上の年収の人の残業は支払わないという、まさに残業代ゼロ、そのための法案です。年収1000万円以上ない人には関係ないと思う方も多いんですが、もともと年収400万円程度から対象にしようとして何年も狙ってきたものです。非正規の人にも広げようという話も出ています。残業をしてもその分払わなくていい、これが合法化するならいくらでも、同じ法案に盛り込まれた上限付き100時間、過労死ラインを超えた残業もタダでさせられるわけです。先月国会で過労死の遺族の方がこの法案への質疑に立ちました。そこに現れたのが社員を過労自殺に追い込んだワタミの元創業者です。ワタミの創業者です。過労を助長する法案を止めてほしいと訴える遺族に向かって、週休7日が幸せなのかと聞こえるこの法案は、生活の充実や生産性の向上につながってみんながハッピーになるんだと言いました。人の生活の時間をタダで奪って命を削って、それが生産性の向上につながるってどういうことでしょうか。私も以前働いていた会社で過労死ラインまで行けませんが、月60時間程度の残業をしていました。他の会社では10人くらいでやる仕事を3人で、同じくらいの量を3人で1日8時間じゃ終わらないと思う量なんですが、ずっと自分の裁量で効率的にやれば残業なんかするわけがないと言われ続けました。パソコンでできる仕事をコピーと手書きで繰り返して、これを効率よくやれって修行だと思ってやってましたけども、夜10時11時までなることも終わらないこともありました。とりあえず帰って床で気を失ったように寝てしまう、会社に帰れずに会社の床で段ボールを敷いて寝たこともありました。そのうち朝も動けずに、目が覚めても動けずに起き上がれずに会社に電話することがだんだん出てきました。喉が塞がったように息苦しくて、もうこれは会社に残れないなと思いました。私はそこで休んで辞めることになってよかったと思います。そのままその生活を続けてももっと良くない状態になっていたと思います。
ユニオンでも交渉してもらって、みなしとされた残業は契約にはなかったと認めてもらって、会社の労働時間も改善されたそうです。私たちは生きています。働く時間ももちろん大事ですけども、眠ったり家族と会話したり食事をしたり、そうした生活の時間がとても必要です。それをいくらでも働かせるために奪う法案には絶対に反対します。これは私たちが人間らしく暮らす尊厳を守ることです。生活の充実や経済性を言うんだったら、生活の時間を守って働いただけの賃金が支払われること、そして最低賃金のボトムアップです。中小企業には無理、それより残業代ゼロと言われそうですけども、大企業の優遇税制をやめて中小企業の保険料負担を税金でバックアップすればいいんです。それで労働者にきっちり給料が支払われれば、みんなお金使いますよね。それが社会に循環していきます。これが再分配、経済のデモクラシーです。人の生活を奪う働き方改革なんて止めましょう。そして経済にデモクラシーを起こしましょう。ありがとうございます。藤井さん、ありがとうございます。これいきます。